ホリプロに所属し、数々のドラマや映画に出演している人気女優、石原さとみ。そんな石原さとみ、31、が25日、都内で行われた、明治ザチョコレートの新 CM 発表会に出席し、背中が大胆に開いたドレス姿で会場を魅了した。 石原といえば交際中の IT 企業、ショールーム、の前田裕二社長、31、との結婚の可能性も一部で報じられたが、本人は、まだ結婚はできない、との結論に達したという。その理由は、 石原が PR したのは色々な経験を経て複雑な味わいがわかるようになった味覚を大人したと称してテーマにしている明治ザチョコレートの新商品。 この日、自ら選んだチョコレート色のドレスで新 CM 発表会に登場し、いろんな種類のチョコレートがあって奥深いので、一色にしたくないかなと思ってドレッシーで大人したな感じにしました、と説明。司会者から背中が大胆に開いたドレスを指摘されると、恥ずかしい。若い方でもできるとは思いますけど、と照れた。 新 CM の撮影時期は、9月12日まで放送された日本テレビ系主演ドラマ、高根の花の収録と重なっていたという。石原は、ドラマの撮影中でもあったので、感情的に複雑になりました、と苦笑いを浮かべた。 今年3月、週刊文春で IT 企業、ショールームの前田氏との熱愛が報じられた石原。その後も順調な交際が報じられ、今月7日発売、フライデーでは石原が前田氏の暮らす高級タワーマンションに引っ越したことが伝えられた。 2人は別々の部屋ながら行き来する形で一緒に生活しているという。結婚病読みとも言われた元彼のジャニーズ事務所の山下智久でさえ同じマンションで暮らすことはなかっただけに、結婚が視野に入っているという情報もある、とはテレビ局関係者。結婚願望も強い石原だけに、 最近の芸能界でトレンドになっている、連撃結婚もあるかもしれないが、石原は、まだ結婚はできない、という結論に達したという。主演ドラマ、高根の花は、石原が大好きというヒットメーカー、野島伸司氏に、野島さんの脚本でラブストーリーに出たい、と逆オファーして実現した作品でした。 しかし、思ったような視聴率は取れず、石原はドラマ打ち上げでも、あまりの悔しさで涙を流したほどでした。今は結婚を意識できる環境にはないんですよ。全同、初回こそ11から1%だったが、その後は一桁台に低迷。 最終回で11から4%と番組最高を記録したものの、ラブストーリーはこれで最後、とまで誓って臨んだだけに、納得いかなかったようだ。大の負けず嫌いな性格という石原は、これで自ら結婚を遠ざけてしまったという。 石原は、高根の花を自分の代表作にしてラブストーリーから卒業すると決意していた。つまり、結婚して違う役柄を演じる女優にシフトすることを考えていたようです。しかし、低視聴率を受けて、ラブストーリー役を続けます。と周囲に宣言し、女優魂にまた火がついた。 彼氏の前田さんにもきちんと伝えているようで、少なくとも次回作まで結婚はなさそうです。ドラマ関係者、美人女優の結婚が続く芸能界。石原ファンにとっては朗報かも。うん